はい、どうも皆さんこんにちは。今回はシャドーバースということでやっていこうかなと思います。本日の昼頃にですね、一部カードのですね、調整の方が、されるということが明言されましたね。これウィンドブラスト温存ありですね。次で、変更されるカードが2枚かな3枚でしたっけ2枚かなですね、ルーンの貫きとミニゴブリンメイジの2枚、僕の記憶の中ではね、が調整されることと相なりまして、で、まあ調整内容としましては、ルーンの貫きが、進化した時にルーンの貫きって1コストになってたじゃないですか。進化した時ってルーンの貫きが1コスになってたんですけど、それが2コスになる、だから半分になるだけになるっていうことですね。いうような感じになっておりましたね。あ、知恵の光。知恵の光いいね。ああ、これは使っちゃおうかな。というふうになりました。まあ、どうなんでしょうね。まあ僕の中の印象としてはですけど、超越、僕結構超越が好きなんですよ。まあ結構なんか言われるかなとも思うんですけど。結構言われるかなと思うんですけど、僕超越好きなんですよね、実は。僕超越好きなんで、まあルーンの貫きは影響あるっちゃあるんですけど、でもなんでしょうね、僕の中の考えだけど、あんまりルーンの貫きの影響っていうのは、超越はないかなっていうような印象を個人的に持ってますね。これ魔力の蓄積でカード回さなきゃいけないのかな。どうだろう、ゲイザー使っちゃおうか。フレームデストロイヤーに、魔力の超越使った方が良かったかな。ユニコ出してくんねえかな。どうなんでしょうね。まあただミニゴブリンメイジの変更がこれかなり致命的で、ミニゴブリンメイジのあれはかなり致命的だったんですよ。どんな風になるかっていうとですね、進化したかわいい、ミニゴブリンメイジは今まで2コスのカードをリクルートするっていう効果だったんですけど、それがなくなってですね、それがなくなって、すいません、でそれがなくなってですね、2コス以下のカード、つまり1コスのカードも、呼び寄せるというような感じの効果に変更されましたね。ちょっと待って、俺これ8落とせないんだけど。ホロベフレデス使うしかないかな。フレデス素出しが安定な感じですね。これ魔力の蓄積でカード回すのありだな。使っちゃいますか、魔力の蓄積。いやでも魔力の蓄積使ったら終わりで、終わだよな。ゲイザー使ってドローして、フレデスアウトしますか。1枚はね、使ってもいいでしょう。オッケーオッケー。まあゲイザーもいるんでね。でまあミニゴブリンメイジがですね、2コス以下のカードになるってことで、1コスだからウォーターフェアリーとか、あとあの1点ダメージを与えるやついたじゃないですか。1点ダメージを与えるあの謎のカードがあったと思うんですけど、あの召喚した時にね、あれとかもリクルートしちゃうんで、って考えるとですね、結構さあこれ負けが結構あるですね。ファイチェ、俺ファイチェ入れてるんですよね。こうこいや厳しそうですね。これ超越出せるかな。
で、まあそういうのがあの手札に入るようになるということで、そのリノセウスのリクルートがですねかなり難しくなったんですよ。なんで OTK エルフがですね結構厳しくなってるような印象ですね。進化でもなんかどうだろう、フォルテウルズがなければいけそうな気がするけど、どうなんでしょうね。これマーリン先出しだったか、これプレミした、これがあなたの運。マーリン出してこれ次ターンに超越使えるから、次ターン勝ちかな、勝てるかやどうだろう、微妙な感じですね。ここで死ななきゃ、でもだって点数足りないよね。厳しいぞ。相手なんでニコスのカード出さないの、虹の輝き全然使えないんだけど。いや超越が足りねえマジで。これどうすればいいの、相手20点落とせる、俺12点13点しかないんだけどなんか最近俺ドローン悪いんだよな、デッキが悪いんかな。はい、2戦目始まりました。ドラゴンが多いな最近は。守護がないと厳しいですよね。ルーンの貫きを抜いて、ルーンの貫きはどうなんでしょう、僕の中で最近ルーンの貫きの評価が下がってるような、ルーンの貫き抜いて氷上の守護とかを入れてもいいかもかもしんないなーって思うことがちょろちょろ多いですね。マーリンは美味しいけど、あとはもう超越が引ければ、ユニコ頑張って、マジミサ、いやまあここでファイチ稼げるのもうまいし、エンジェルスタイプが出たのもでかい。何も出さないだと、まあもうここマジミサ出すか。さあなんでユニコを出さなかったのか謎だけど、何も出さないんだけど、マジで言ってる、マジでこれマーリン出しますか。まあブースト自体は問題ないんで、ここはマーリンを素出しして、はい超越引きたいんで、ユニコ、竜の伝令これ怖いな、ちょっともう切れそうなんだけど、ありえるか、いやマジでね、デッキを変えたいんですよね最近。最近マジでデッキを変えたい。竜の陶器。あー、わしは死がない魔法使いじゃよ。わしは死がない魔法使いじゃよ。あー、マジでか。アイテム手札燃えた。あー、ブレブレ。これ運命の導き使うか、超越、
なんか自分のデッキをいじった方がいいような気がするんだよな。まあでもルーンの貫きが2コスになってくるとどうなんでしょうね。でもなんか超越ウィッチってあんまりルーンの貫きに対しての信頼性というか、そういうのってあんまりないんですよね、僕の中で。だけどゲイザー燃えたのはまあまだいいわ。さてウィンドブラスト、マーリン、ウィンドブラスト、ウィンドブラストマーリンかな。ウィンドブラスト、オッケーオッケー。円卓の騎士にあなたの死が見える。これでゲイザー出してターン終わりましょう。なんか最近でも次元の超越2枚いないときつくないですか。バハス出し、まあバハス出しはいいとこですよ、個人的にはありがたい感じ。真面目さ、顔面殴って導き、これウィンドブラスト1枚捨ててもいいような気がするな。ファイチェ捨ててもいいんだけどな。ファイチェ捨てますか。ファイチェ捨てるか。ファイチェ捨てて導き使おう。ファイチェはね、ドラゴン相手ならいらないですね。それより超越を引きたいなというような感じで。よし。え、まあ、超越2枚目引けたのはでかいですね。相手のドラゴンがどう来るかだよな。体力20の安心感、マジでやばい。ちょっと。早いな。サタン。ルーンの貫き、今話題の。ウィンブラ使いますか。ウィンブラ使って。いや、ちょっと待てよ。ルーンの貫き使ってもいいですね。ルーンの貫きウィンブラとかもありですね。ルーンの貫き、まず使おう。で、カード回します。ルーンの貫き、運命の導き、魔力の蓄積、カード回していきましょう。よし。これで18点補助か。これで18点補助なんで、相手がモンスターを出せば勝ちですね。出さない。フレです。ちょっと重いな。これファイチェス出しも重いでしょ。ファイチェス出し重くないか、さすがに。ウィンブラあるから平気って言えるか。ウィンブラあるから平気って言えるな。言うか。ファイチェス出しして、これ次ターン勝ちですね。これで次ターン勝ち。アスタロト。オッケー、勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、オッケー。いや、なんか久しぶりに超越で勝った気がする。やっぱ超越は楽しいな。イエーイ。いや、超越で勝つとマジで気持ちいいですね。他人はフラストレーションめっちゃ溜まりそうだけどね。はい、ということで本日最終戦、またドラゴンだ。またドラゴンですね。まあいいでしょう。最近は本当にドラゴンが多いですよね。よいしょ。あ、すいません、すいません。最近は本当にドラゴンが多い。なんでなんでしょうね。まあ、ドラゴンが多いせいでですね、結構僕の中でですけど、氷像の守護の価値がですね、超越においてもね、超越においても氷像の守護の価値が相対的に上がっているような気がしていて、僕の中でね。だもんで、まあ、もしかしたらですけど、まあ、ルーンの貫きを抜いて、氷像の守護を入れるっていうのも、グリムリーパーは結構珍しいですね、僕の中でだけど。これエンスナ打とうかな。
エンスナ、うーん、ね、もし相手にグリムリーパーにエンスナ打った場合、グリムリーパーにエンスナ打ったらチキってくんねえかな。グリムリーパーにエンスナを打ったらなんかあるって思わねえかなと思ったけど、 PP が足りねえわ。やっぱエンスナ温存かな、ここは。ここはいや、まあもうどうしようもないですね、これは。もう相手がレビー処理するしかないから、エンスナ打ったらとかじゃなくて、真面目さがあればね、真面目さエンスナで圧力かけるんですけど、もう無理ですね、これは。止まらない。まあここはレヴィ、お、真面目さ使っちゃおうかな、本気出しちゃおうかな。まあここで進化圏なのに、進化圏がある、のに場にモンスターがいないって結構なフラストレーションになるんですよね、僕の中でだけど。結構いい感じですね。伝令。なんかドラゴン最近、あれじゃないですか。ニコス以下を入れないドラゴンって強くないですか。いや、どうだろう。なんか今、ニコス以下をユニコとか出されないじゃないですか。もうニコス以下を全部スペルにした化け物デッキとか結構需要ありそうじゃないですか。どう思います。ここマーリン素出しして。まあレヴィの方が価値がありますから、ここで運命の導きは美味しいですね。あ、ニコスを竜の導きと竜の伝令だけにして、それで6枚じゃないですか。フォルテ顔面殴んの、ブレブレ進化、なるほど。したらもう超越ウィッチ対抗できないですよね。いや、もう流行ってたらごめんなさいね。今僕すごい適当に言ってるんで、もう流行ってたらごめんなさい。いや、これもうゲイザー出して圧力かけた方がいいんちゃうか。いや、ここ進化圏あるから虹の輝きでカード戻そう。もう虹の輝きでカード戻します。もうフォルテが3枚来たらもう終わりだ。ルシフェル、さあ最後の進化圏。いや、これなんかオリビエとか持ってそうな顔してますけどね。滅び、さて、これレビー進化ありですね。レビー進化いきますか。レビー進化、レビー進化、レビー進化で、で、いや、レビー進化は間違ってない。レビー進化は絶対に間違ってない。で、場を消滅させる。なんかデッキに欠陥があるような気がするな、俺のデッキ。どうでしょうね。この状況だったらもう結局 OTK エルフとかだったらもう俺が終わってますからね。俺が終わってるっていう風に考えたら、まあなんか、あれですよね。まあその OTK エルフがなくなるって言ったらあれだけど、まあちょっと変わるっていうのは個人的にはかなり嬉しいような変更ですよな。まあこうカード回してからでいいか。これマーリン使うか。マーリン使うか。マーリン。
やべえ、自分がやりたいことが分かんなくなってきた。ちょっと超越のプレイ動画見た方がいいな、これ。完全にやりたいことが分かんなくなってますね。いや、どうなんだろう。なんか詰めれそうな気がするんだよな、自分のデッキ。これ、バー出てきますね、間違いなく。え？ルシア相打ちか。ルシア相打ちだったら割と。サラブレ！マジか。いや、でもこれってことは結構ゆとりがあるっていうことでもあるんですよね。4点か。これ、ファイチェ使うか。ファイチェ素出しで。まあ、ここ魔力の蓄積でカード回して。フレデスいいね。さあ。まあ、やっぱ、OTK エルフと、OTK エルフとね。ドロシーウィッチが消えるのは個人的には嬉しいかなと思います。ウルズじゃないの、ドラゴンボールや。もうこれどうすりゃいいんだ。次元の超越位があるか。ファイチェなんか全部対処的行動のような気がしてな。大丈夫かや。本当に最近ドラゴン増えましたよね。割と速攻型のバハムート。ウィンブラ6 11 12。ひどいプレイだな。虹の怪力も難しくなってきましたよね、ドラゴンに関して言えば。対ドラゴンっていう意味で言えば、もう本当に虹の輝きはもう腐るなぁ。ちょっと難しいですね。まあシャドーバースに新しい風が吹くってことで、その風を楽しみに待っている所存でございます。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。